では早速、隣のサイトはどんなだろう、今日はどんなサイトに出られるのでしょうか、行ってみましょう。Seems like forever since we've been together. Oh God, I miss you bad. And I read your letters. はい、じゃあ続きまして9サイト目の日差しさんファミリーさんのサイトにお邪魔しております。じゃあよろしくお願いします。紹介の方、はい、じゃあよろしくお願いします。お願いします。もうまず目についたのがこのテントですね。韓国のメーカーさんなんですね。そうですね、キャンパーズカーン、カーンって読むんだと思います。はい、初めて見たんですけど、はい、これは日本で購入できるテントですか。一応ちょっと見たことはあるんですけど、あ、そうなんですね。多分代理店とかまだない状態だと思います。はい、あ、そうですね。ちょっと仕事で行く機会があって、韓国、そうなんですか。で、あの、知り合いの韓国人の方にネットで買ってもらって、はい、はい、あ、そりゃ見たことないわ。私も見たことなくて、あ、そうです。いきなり目に飛び込んできたんで、ぜひ紹介してもらいたいなと思って、ギアもめっちゃいかついんで、ちょっと順番に見させてもらおうと思います。はい、早速お願いします。あ、お願いします。じゃあ続きまして、こちらにコトブキキャンプギアって書いてるんですけど、私どっかの、ね、あのガレージブランドかなと思ったら自作らしいです。驚くことに。え、この柄とかも自分ご自分で設計されて。そうですね、CADで書いて。CADで、はい、で、これを作っていただいたんです。あの、まあ、レーザーで切ってもらった上の板だけ。あ、はいはい、板だけ。まあ、リバーアングルを自分で切って溶接して。それは、すごい。めっちゃもう、ほんまもんみたいですよ。ほんまもん。ほんまもんの、ほんまもんに売ってるあのテーブルみたいですけど、いいですね。で、これと似たような焚き火台、めっちゃ可愛い。これがテーブルみたいな。ね、テーブルにしてもいいですし、はい、まあ、前これを最近作ったんですけど、これなかった時はこの上にフライパン置いて、あ、ごとく代わりに、にしたり、今もできるっていう感じです。もうすごいですね。ありがとうございます。全部コトブキキャンプギアじゃないですか。恥ずかしい。はい、いや、でもこれ打ってもいいレベルですよね。あ、そうですか。はい、うん、え、この巻きバサミ的な、あ、これどこのやつでしたっけ。これは買った。これは買いました。山賊マウンテンさんのやつ。あ、山賊マウンテン、はい、知ってますよ、山賊マウンテン。こんな作れたらまたかっこいいんですけどね。かっこいいですね、これも。これは作れないで買いました。でも、すっごい合ってますね、この区画。あ、ありがとうございます。いや、もうこの区画だけでも、めっちゃかっこよくない。ありがとうございます、めっちゃ嬉しい。いや、もうでも、だってスタンレーのジャグにこの巻いてるカバー、これ奥様の手作りらしいですよ。すごないですか。ですね。ねえ、なんか似たようなのは、なんか本間物は、なんか本間物あの作ってはる正規品が手に入らないんで。ああ、そうなんですね。作ってもいただきました。いや、全然全然本間物ですよ、これ。ねえ、いや、もうすごい。ここの足もで、もうガレージブランドのオンパレード。こんな感じです。かっこいい。みんな真っ黒やで。羨ましいやろ。いや、その隣のこのゴーキャンプウッドワークスさんっていう、ゴーキャンプウッドワークスっていう、まあ、ウッチーさんっていう方が作って販売されてる。あ、そうなんですね。
すごい、いろんなとこからニョキニョキ生えるスタイル、はい、で、これがテーブル今つけてるんですけど、高さをこう変えたりできるんで、いいですね。そうですね、はい、これも結構がっしり乗せれる、はい、そうですね、テーブル、いや、すごい、ね、なんか手作りで手されてて、すごい、かっこいい。いや、コンペイトも黒やし黒ばっかりです、ね、このランタンも、オイルランタンもマッコロの、あ、そうですね、これはネイチャントーンズさん、はいはい、このショップでなんか多分塗装されてて販売されてたんですね。へえ、だってこんなマットな感じの初めて見たよ。まあちょっと一目惚れしました。かっこいい。でクラッシュアイスみたいな感じ。あ、クラッシュアイスですね。かっこいい。あとはちょっとヴィンテージのとか欲しいんですけど。ああ。そこまでお金が。高いですよね。上がらなくて。高い高いよ、ヴィンテージは。いや、外周りはこんな感じです。じゃあ次、続きまして、中の方見させてもらいます。ちょっとテーブル周りから順番に見させてもらいます、もうどれもすごすぎてどれから行こうかなって感じなんだけどまずここのね、ネジネジのネジネジのこのティーズクラフトさんだったと思います、はい、あのこだわって作ってはる、これだけこれだけを売ってはってある、他にも作ってあるんですけど、ここも変わってますね、見かけるとこ、そうですね、ねえ、ちょっといかつい感じ、そうですね、これがロックフィールド、はい、メントっていうガレージブランド、はい、これとカバーかな、シェードモーかな、あ、シェードモーですか、はい、めっちゃ可愛いです、で、ソルオルト2年かかりました、2年かかったらしいですよ、2年か、抽選でほんまに、いや、すごい、でもテーブルもやっぱり自作された、あ、そうですね、え、このキーも、はい、キーはあのオイルで塗って、あ、で、はい、あのビスで当てて止めてるだけです、ここで止めてるんですか、はい、ああ、なるほど、穴開いてるとやっぱ不便だなと思って、あ、確かに切っといてなんなんですがで、これがブルックリンワークスの滑り止め的な、そうですね、バーマットっていうんですかね、あ、はい、はい、で、このカバーがまた奥さんが、奥様が手作りで、はい、これは売ってないんで気に入ってますそうですよね、はい、かっこいい、ぜひ販売してほしいです。ですって販売したらすぐあのパパさん買うと思うんで。メルカリで販売したらぜひ教えてください。で、その横のシェルコムが、はい、こちらもまた自作されたんですね。まあ、そうですね。天板だけですけど、はい、まあ、ちょっとスライドするようになってくれて。はい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 。はい、かっこよくないですけど、いや、でも止めて、ほうほうほう、これで止めてるだけです、いや、自作でこれってすごないこの取っ手とかは、取っ手最初のやつにまたこれも乗っただけです、あ、へぇー、はい、すごい、このサイドのカバンとかは、これは H&O さんの、あ、いや、めっちゃ参考になります、こういうのって、 あ、こんなカスタムあるんだって思います。いや、これはかっこいい。これは何を、なんか刺すんですか？これはね、はい、これまあ収納するときに、この三脚の足が、ああ、そういうことか、ポッと入るっていう、はい、なるほど、韓国のメーカーの G バークスっていう名前だったと思います、はい、かっこいい、これもまた黒いよ、これもまた強調されると恥ずかしい、もかっこいいカバーがこれ、これ何でした、何でしたっけ、何でしたっけ、バリス、バリスバルバリスバルもう無理無理無理、はい、じゃあ次はあの椅子についてるサイドテーブル、こちらもあの手作りなんですか、そうですね、手作りっていうか自作
された？あ、自作しました。へぇ、ちょっと鏡とちらに穴開けちゃいましたそれめっちゃ勇気いりません？自己責任いやでも今のとこ折れずにでも欲しいですよね、これこれいるような、ここを編み編みにした糸という、あ、まあ滑り落ちないようにあっていうのがあって、はいはい、まあ、掘るのは難しいんで、溝をあのくり抜いた後何でしようかなと思ったら、まあ、黒い舌だとかっこいいかなと思って、かっこいいです、ありがとうございます、正解です正解出ました正解でした、いやいいな、このセットめっちゃかっこよくない？で、あとこのカバーもまた、あの、また奥様の、奥様のことぶきキャンプギアのやつことぶきキャンプギアのちょっとれんこさんに言うと恥ずかしいからめっちゃかっこよくない、これから来るんじゃないですか、ことぶきキャンプ、あ、来ますか、来ると思う、ちょっと、真剣に考えましょう量産するいや、めっちゃクレーム来るから言えないいや、来ないですってこれはクオリティ高いですよ。これカバーはあまり見たことないんで、ね、ないですよね。このまたカーキと黒っていうのがめっちゃかっこいいな。いやーすごいサイトを見てしまった。はい、じゃあとてもいかついサイトを 全体的にこう見てきましたけど、まだまだ紹介しきれないものいっぱいあります。ね、これから、はい、また楽しみにしてます。自作のギア、はい、インスタグラムとかでも載せてあります、はい、あ、そうですね、ひさしさんありがとうございました、こちらこそありがとうございましたまた会える日を楽しみにしてます、はい、ぜひよろしくお願いします、ありがとうございました、奥さんもありがとうございました、長いことすみませんでは次10やったかな次行きます、はい、頑張ってください、はい、頑張ります、お疲れ様です、ありがとうございました、お疲れ様です